陸上自衛隊の第 3.5 世代第4世代との見方も主力戦車である一丸式戦車は、国産戦車として4代目にあたり、それまでの第3世代主力戦車90式戦車と比較して戦闘力の総合化が図られているね。火力機動力防護力がそれぞれ向上した上に小型軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車だな。日本の技術力を結集させた誇るべき戦車だよね。さて今回は高性能な陸上自衛隊の一丸式戦車について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本本土防衛のために最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に対応可能な機能性能を有した後継の開発が必要とされており、90式戦車の後継として新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷と火力防護力機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。そして2002年度平成14年度から防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と、三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて主な所言などが明らかにされたよ。その後2010年6月14日に静岡県駿東郡小山町の陸上自衛隊富士学校富士駐屯地で、一丸四式戦車試作車両として報道関係者に公開、90式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに同年7月11日に行われた富士学校富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて一般向けに2両の試作車による走行展示が行われ、この2010年度から陸上自衛隊で調達が開始されているね。一丸式戦車の主な所言は全長 9.42 メートル全幅 3.24 メートル全高 2.30 メートル全備重量約44トン乗員3名とされ、90式戦車より一回り小さく74式戦車よりやや大きく、喧嘩方式が74式戦車と同じく全天輪が油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74式戦車と同様に左右への車体傾斜機能が復活していることが90式戦車との違いなんだ。これまで日本が独自に開発してきた戦車のうち90式戦車については、アメリカと旧ソ連による東西冷戦の影響を受けて主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の125メートル砲が搭載されている旧ソ連製の T80 戦車などに対抗するために、大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなったな。そのため90式戦車は日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から北海道以外では平時における配備と運用が難しいとされ、一丸式戦車の開発においては本州、四国、九州など全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの戦略上の機動性向上が求められた結果として、全備重量で約6トンも軽い約44トンとされたぜ。74式戦車を陸送する際にトランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラーによって車体に砲塔を搭載したまま輸送できるんだけど、90式戦車の場合は最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるものの、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラーでは車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかったんだ。しかし、一丸式戦車では全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになったってわけだ。さらに近年では全国的に道路交通網が整備され、かつて61式戦車が開発された頃に比べると道路の発展に反比例するように鉄道は地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっているぜ。そのため陸上自衛隊では74式戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は事実上断念していて、90式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで輸送を実施しようとすると道路の許容重量によっては走行できるルートが限られてしまう可能性が大きく、
といって舗装道路を長距離自走させた場合には離体キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める可能性が指摘されていたんだけど、ヒトマル式戦車の設計にあたっては同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって舗装道路を自走する際の車体と路面へのダメージ低減にも成功したんだよね。戦車において日本全国の主要国道にかかる橋梁約19,700箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では約 40% 以下とされているけど、この軽量のヒトマル式戦車に搭載されているエンジンは1200S2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PS トンで、90式の約 30PS トンと比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等なんだ。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが、2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏洩する恐れなどから実現しなかったとの経緯があったぜ。目先の利益を取るより、情報漏洩のリスクを考慮した賢明な判断だよね。この高性能なディーゼルエンジンによってヒトマル式戦車は最高速度 70km/h を発揮するんだけど、変速比を常に最適に制御可能な、油圧機械式無段階自動変速走行機ヒドローメカニカルトランスミッション HMT を採用しているために、更新速度においても最高速度 70km/h を発揮することができ、さらにこの変速走行機によって90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率高応答化と小型軽量化が実現され機動性が大きく向上されているんだ。ヒトマル式戦車主砲にはこれまでの44口径 120mm 滑空砲より重量が 13% 軽減された。日本製鋼所製の軽量高高圧砲身の44口径 120mm 滑空砲が搭載され、さらに将来的には必要に応じて欧米の第 3.5 世代主力戦車の主砲である、55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されているね。また、弾薬の互換性を保持するため、主砲の一部に西側諸国に共通のラインメタル社製の 120mm44 滑空砲と共通の設計がなされていて、90式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされているな。なお、ヒトマル式戦車用の砲弾には鉄鋼弾の他に空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより記念行事や模擬戦闘などで90式戦車では実施できなかった空砲射撃が可能となっているぜ。砲弾の装填には軽量化が図られた自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって砲塔後面にある球弾用ハッチから自動装填装置への球弾を行えるんでしょ？そうだね。弾薬を砲塔内で保持する機構は90式戦車では爪型であったけど、ヒトマル式戦車では筒型になっていて、これにより装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となったんだ。また、副武装は砲塔上面の車徴用潜望鏡上部に旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、主砲と同軸に74式車載 7.62mm 機関銃が装備されているよ。ヒトマル式戦車の装甲には正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には結晶有微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら軽量化が図られているな。そしてヒトマル式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された。C4I システムコマンドコントロールコミュニケーションズコンピューターズ&インテリジェンス式統制通信コンピューター情報というネットワークシステムで、ヒトマル式戦車ネットワーク 10NW と呼ばれるこのシステムは、
ここの戦車内部だけでなく小隊や中隊単位の一丸式戦車同士が相互に情報を共有伝達することが可能で、例えば指揮官車の各種指示を全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間においてリアルタイムで射撃データを共有したり、各車の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では走るコンピューターなどと呼ばれているというよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて DSEI JAPAN 2023という展示会が開催されたことを、皆は知っているかな？ここでは日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示されたぜ。軍事マニアたちにとっては目の色が変わる催しだっただろうね。さて今回はそんな DSEI JAPAN 2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この DSEI JAPAN という名称の展示会は2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたんだけど、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったんだ。DSEI JAPAN 2023には開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているけど、これらの企業は直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていたよ。ただし参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本がこうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えないな。そもそも DSEI JAPAN の会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に従事している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっているぜ。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えないな。さてそんな今回の DSEI JAPAN 2023だけど、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろうね。日本においてそれは三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールスロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らがそうした参加企業の代表格なんだ。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI JAPAN 2023においてもその中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していたよ。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれているアメリカロッキードマーチン社の F-35 ライトニング2を、その先の世代だと認識された機体はまだどこにもなく、その定義も曖昧だけどキャッチフレーズには使用されているみたい。さてそんな GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI JAPAN 2023では川崎重工業社がかなり変わった展示を行っており、一部ではそのパネル展示が非常に大きな話題ともなったね。ここで川崎重工業社がパネル展示を行ったのは、参加の同社のグループ企業でバイクやジェットスキー等を手掛けていることで著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてなんだ。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は製品名をギガセルと称するんだけど、今回川崎重工業社は DSEI JAPAN 2023においてその用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したみたい。
航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みだね。また距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されているぜ。実際にはこの2023年3月においてカタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド・アール・フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみだな。このうち最新鋭のジェラルド・アール・フォードは電磁式カタパルトを装備しているけど、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは全て蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだよ。蒸気式のカタパルトはまだアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では非常に完成度が高いことは言うまでもないんだ。しかしアメリカ海軍はこうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・アール・フォードに搭載したぜ。ただし2017年に就役を迎えたジェラルド・アール・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ初めて導入された新機軸の装備が他にも多数あったことも影響し、事実上は2022年までの5年間は実稼働状態とは言えなかったな。アメリカですらきちんと稼働させるのに時間がかかっているんだね。それほどまでに、かのアメリカ海軍ですらも実用化に時間を必要とした電磁式のカタパルトだけど、中国海軍は2022年6月に進水させた同海軍3隻目の航空母艦の復権にそれを装備すると世界に向けて喧伝しているよ。心意気は認めるけど、中国には難しい気がするよね。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも言い難いように思えるね。ちなみに中国はこうした復権のような航空母艦に限らず、今後は航空機を運用可能な強襲揚陸艦等にもカタパルトの搭載を推進していく方向だとみなされており、復権のテストはそれらにも大きく影響を及ぼすだろうな。それは今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりもはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものとなるのかもしれないぜ。さてアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によってゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしてはイーマースと呼称されているよ。この電磁式のカタパルトイーマースは、主として4つの要素を持つシステムで構成されており、それはモーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でもバッテリーにはフライホイール形式が採用されているんだ。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられているな。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは無論蓄電池に該当する製品なんだけど、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量でかつ高速の重放電に対応し、環境にも優しいとされているみたい。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の大型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池はこれに対し、大きく重く重放電時間も長いが非常に低コストだと考えられるよ。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだけど、運用上で重放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、
果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りうるのかは少し疑問にも思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張りと命名されてその巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張りは、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張りが三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張りを含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張りと同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張りも、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、
そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や、世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
イギリス軍が誇る空母クイーンエリザベス、その誇り高い上艦にアメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、北海で合同訓練中なんだって。空母クイーンエリザベスは F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということだね。これはイギリスだけの話ではなく、日本も護衛艦出雲でクロスデッキ訓練を行うために、改修工事に入っているな。クロスデッキというのは、空母の共同使用ということで、デッキ甲板をクロス交差させるということだな。自国の空母に離着陸させるんだから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいかないよね。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければクロスデッキ訓練はしないだろうな。そしてクロスデッキを行うということで、同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけだぜ。うんうん。さて今回は護衛艦出雲が改修工事を急ピッチで進めていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ではクロスデッキ用の改修工事とはどんなものなのか説明すると、まず艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して作業を進めているんだ。クイーンエリザベスには F-35B 戦闘機がいっぱいに搭載されているんだけど、その光景を見ると圧倒されるよね。出雲を改修したら日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるんだろうし、その下準備というわけで山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか、2020年9月末、防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表していて、その額が史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっていたよね。特に注目されるのが、対象となる場所領域として宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということで、これは今後の防衛の方向性を示すものと言えるんじゃないかな。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がするし、敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていたけど、現実世界でもあり得ることらしいね。そうなったら、戦争というものに対して無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと不安に感じるよね。さて、前述のように新しい分野への対応もしつつも、同時に現在の事態への対応も必要で、その対応と考えられるんだけど、現有のヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀に本格的な航空母艦化工事を行うため、231億円という高額な具体的改修費用が盛り込まれたところも注目されるポイントとなったよ。航空母艦という言葉だけを見るとかなり大きいというか、重厚、深刻なものと感じられるし、戦争につきものといった考えなめないよね。その通りで、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、ややもすれば言葉だけが一人歩きしてしまう傾向を生み、その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が攻撃型兵器である航空母艦を保有しても良いのかという批判が上がっていることも事実だな。自衛隊の指示から攻撃的兵器保有は容認できないとする意見だが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているわけだ。当然といえば当然だね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、なんといっても血税で購入するわけだから、しっかりとした誠意ある説明は絶対必要だと思うよ。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では攻撃型潜水艦と呼ばれているから、これも問題なのかという反論が上がっていて、要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装武器によってどんな風にも運用できるんだから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったね。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲と加賀を航空母艦として改修し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようで、
この F-35 ライトニング2戦闘機は、高度なステルス性能を持つ戦闘機だから、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるってわけ。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているぜ。このように、尖閣諸島方面などを目的とした海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、香川、中国を牽制するためには必要不可欠な戦力になると考えられているみたいだな。では、この改修工事はどんなスケジュールが予定されているのかってところだけど、具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程は、2020年にはすでに出雲が約31億円の経費で飛行甲板周りの強化工事を行っているみたい。とはいえ、この工事完了はまだ第一段階に過ぎず、この次になる5年後の定期点検時に再度改修工事を行うことで、やっとすべての航空母艦化改修工程が終了することになり、ここでようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけだね。こういったスケジュールだから、従来は2021年に大規模定期点検に入る加賀が一度に改修工事をすべて終了し、出雲より先に航空母艦化が完了するというのが一般的解釈だったんだ。だけど、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も2度に分けて行うということが判明していて、1度目は約231億円の経費で飛行甲板を拡張する大規模な工事となるということが分かったよ。その理由だけど、現在の加賀は垂直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体で、それを短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事ってわけ。具体的な工事内容だけど、現在は艦首方向に向かって緩やかに狭まっていく形状をしている艦首なんだけど、それをスクエア四角形状に直して、飛行甲板の長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに最適な形状にするという工事だね。この改修工事を香川1回目の改修工事で行う予定で、5年ごとに行われる2回目工事では F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための、艦内区画の変更を行う予定になっているな。2回目の改修はアメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われるぜ。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられ、出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれており、どちらにしても出雲の方が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されているってわけだ。では日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明すると、なんといっても気になるのはそのお値段だよね。果たしてどれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったんだろ？改修工事と補強を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、2020年度予算は6機購入予定で経費は793億円、実際に購入するのは2024年ということで、2021年度予算では2機購入で経費264億円、これも実際の購入は2025年という計画になっているみたい。2024年と2025年の2年で調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、どちらも1機あたり調達価格を計算すると約132億円になり、ライトニング2シリーズには、A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型で、計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると高額ということがわかるよね。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首は、アメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになるんだけど、カタパルトのない航空母艦にはよくあるスキージャンプ式発艦の採用は見送られることになったんだ。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、スキージャンプ式がないということで燃料や兵装の積載に制限が生じることになり、デメリットとなるんだけど、対潜哨戒用は言うまでもなく、
航空母艦上ではヘリコプターの運用もしなくてはならないから、そう考えた場合あちら立てれば、こちら立たずではなく、両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。これを視聴してくれている皆さんは、海上自衛隊が世界に誇る US-2 救難飛行艇をご存知かな？アメリカ海軍ですら、その性能に関心を持っており、実際に視察を行っているくらいみたいだね。その US-2 救難飛行艇の8機目を海上自衛隊が納入したわけだぜ。さて今回はそんな US-2 救難飛行艇について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年5月24日、新名は航洋より、通算で8機目となる US-2 救難飛行艇が海上自衛隊へ納品され、晴れて岩国基地に配備されることになったよ。2007年3月の初号機から今もなお日本の海難救助活動に従事しており、これからも多くの命を救うことが期待されているね。US-2 救難飛行艇の初舷に関しては、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの規模艦となっているんだ。これを見ると世界でも最大規模の飛行艇と言われるのも納得がいき、最大時速 580km、巡航時では 470km、航続距離も 4700km に達すると言われているんだって。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴と言われ、世界の各国から注目されているのが圧倒的な短距離着水を可能としている点だと言っていいんじゃないかな。離水距離280メートル、着水距離330メートル、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇の中でも群を抜いているくらいだよ。救難飛行艇として世界9カ国において採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は離水距離が808メートルで着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差を見ても歴然だよな。このような高性能な機能を持つ US-2 救難飛行艇だが、なぜか海外での採用例は一つもない。なぜなら、US-2 救難飛行艇は生産数も限られており、一機あたりの価格が120億円を超えているからだぜ。だからこそ世界の国々も注目はするけど、いざとなると購入を渋ってしまうんだね。その中でも、導入間近まで交渉していたインドだったけど、ロシア製の B200 飛行艇の1機あたり75億円という安価な型に食いつき、性能は大幅に劣るものの、コスト面で負けてしまったんだ。しかも、インドはもともとロシアとつながりが強いことから、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると推察されるよ。いかに日本の US-2 救難飛行艇が高性能といっても、そもそもロシアの優位性が高かったんだ。しかし、現状を見てもロシアの生産性の低下が顕著になってきていて、当然だが、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっていて、B200 飛行艇の生産も止めざるを得なくなっているぜ。それでもインドはロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入するなど、独自の路線を選択していることから、二国間の関係は良い方向で進んでおり、今後も価格面などで合意が取られれば、取引は順調に進められるだろうな。一方で US-2 救難飛行艇の外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US-1 飛行艇を踏襲していることが見た目でもわかるよ。この US-1 飛行艇も同様に、新名は航洋が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで立派に役目を果たしたんだ。実はこの US-1 飛行艇はオリジナルの開発ではなく、海上自衛隊が1970年に採用された PS-1 という新名は航洋が製造した、対潜水艦用哨戒機がベースとなっているみたい。その当時、日本の脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソナーを使用するタイプであったんだけど、
その方式はすぐに陳腐化する結果となり、当時世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法が躍り出ており、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P3C 対潜哨戒機において実用化を果たしているね。それで、海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で打ち止め、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製の P3C 対潜哨戒機を導入する運びとなったわけだな。ちなみに同期は川崎重工業者がライセンス生産を行うなどして、その後、100機以上が調達されており、海上自衛隊では同社製の国産 P1 哨戒機を2013年正式採用へと発展を遂げたぜ。2022年度末においても P3C 対潜哨戒機40機の保有を継続していたことから、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も進められているけど、またもや交渉負けしている模様が伺えるよ。中でも南シナ海での監視能力強化を図るフィリピンが P3C の購入を希望していたけど、後の運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P3C に代わり、より扱いやすく維持費が安い方の TC90 に変更となっているんだ。P3C 対潜哨戒機の代替になった川崎重工業社製の P1 哨戒機は、この流れで、日本政府は P1 哨戒機を海外に売り込む案を模索していたが、有力視された国々の大半はアメリカのボーイング社製の P8 哨戒機を採用して、またもや交渉に惜敗しているんだ。武器輸出の規制が緩和された日本としては、どうにか販路の開拓を行いたいわけだけど、やはり海外輸出の望みは今のところ薄いようだね。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇を経て開発された US-2 救難飛行艇であるが、この製造元である新明和工業は、太平洋戦争まで、これらにつながる飛行艇の開発製造を行ってきているよ。新明和工業は前身である川西航空機より引き継がれた技術やノウハウを存分に発揮しており、実際、川西航空機は錦大帝の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍への納入実績もあるんだ。太平洋戦争期において世界屈指の性能を持つと評価を受けた錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に惚れ込み、正式採用に至ったわけだな。この菊原静雄技師によって開発されたのは2式大型飛行艇だけではなく、極地戦闘機として名高い市電及び市電海をも開発しており、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師でもあるぜ。2式大型飛行艇は、第一次世界大戦の幕を閉じた後の世界の軍縮の流れから開発されたものであり、アメリカ海軍を最大の仮想敵としていた大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、この艦の軍縮条約等で規制されたことが発端となっているよ。当時の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりとなる航空機の攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというものであり、そのことから、航続距離を長く持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現化を考察していたんだ。もともとは陸上攻撃機の開発が求められたんだけど、第一次世界大戦の結果、日本の移民統治領とされた元ドイツ領にあたるミクロネシアなどの島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めた背景があったみたい。だからこそ、飛行場を利用せずとも、海上から飛び立つことができる大型の飛行艇の開発を必要とし、川西航空機はこの期待に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用された功績を持つんだ。国内で初めて量産されることになった97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇として誕生し、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手されることになり、その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に正式採用されたのが、2式大型飛行艇というわけだね。
こうやって US2 級難飛行艇の歴史の紐を解いていくと面白いものが見えてくるよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。